皆さんこんにちは。 X ジャパンの吉木さんが6日自身の X 旧 Twitter を更新、としさんへメッセージを送り、ファンから様々な声が上がっています。8月1日、吉木さんは拠点としているロサンゼルスから緊急帰国し、記者会見を行いました。その中で現在の X ジャパンについての自身の考えを明かしたのですが、その考えと今回のツイートの関係性はあるのでしょうか。今回は吉木さんのメッセージや記者会見で語った本音、不仲の理由についてご紹介します。吉木さんは前日の7月31日に自身の X を更新し、日本に到着、ただいま、明日記者会見を行います。ファンのみんなに話さなければいけないことがいくつかあると意味深な予告をしていたこともあり、 X ジャパンについてファンに何かしらの説明があるものと思われました。会見冒頭、3度目となる頸椎の手術を10月にロサンゼルスで行うことを説明、期待されているアルバムの発売についてはファンの皆さんの言っていることはすごくよくわかるので、できればアルバムを出してしまって、そういったものから解放されたいという気持ちが正直あると語り、首の手術になったら人生について考えるじゃないですか。 X ジャパンは自分にとってすごく大きな存在であるので出しちゃおうかなと話し、会見場を盛り上げました。しかしこれに対するファンのコメントは、出す出すと言って結局出さないいつものパターン、またいつもの緊急会見、記者会見からの肩透かしなどと辛辣でした。吉木さんは首の手術は自身3度目で、去年くらいからこうなるんだなと分かっていたので、手術を受ける覚悟はできていたと心境を吐露しました。手術内容は頸椎の6、7番目の間に人工椎間板を入れるとのこと。現在の症状について、左手の指先に灼熱感というか氷を触っているような感じで、しびれと痛みを感じていますと話し、特にここ数週間でかなり悪化していると明かしました。術後は治療に専念するとしつつ、多分3、4週後にはレコーディングとかできるんじゃないかな。数ヶ月は安静ですが、なるべく早くステージに戻りたいとは思っていますと語っています。ことあるごとに活動再開時期について話題になる X ジャパンですが、今回の発端は YOSHIKI さんが7月20日に自身のインスタグラムを更新、ワールドツアー X ジャパンと投稿し、 X ジャパンのロゴと楽曲音源の一部を公開したことで、ファンは活動再開への期待でざわついていました。 X ジャパンの活動は18年9月の無観客ライブ以降、現在まで止まったままです。その最大の理由が YOSHIKI さんとTOSHIさんとの不仲だと言われています。不仲だとしたら原因は、現在の関係や共演しない理由は何なのでしょうか。TOSHIさんと YOSHIKI さんの不仲の原因を紹介しきます。大きく分けて3つの原因がありそうです。 1. YOSHIKI の性格のせい。 YOSHIKI さんはこだわりが強く妥協できない性格。1日に何十時間も練習したり、かなり難しい注文をメンバーに要求したりしていたとのこと。他のメンバーはついていけず、入れ替わりが激しかったと言われています。 YOSHIKI さんとは付き合いの長いTOSHIさんですが、 YOSHIKI さんの要求に応えることが難しくなり、距離を置くようになったのかもしれません。 2. 金銭トラブル。 TOSHIさんと YOSHIKI さんが不仲の原因は金銭トラブルではないかとの意見も。具体的には以下のトラブルがありました。 YOSHIKI のギャラの未払い。 X ジャパンのギャラは YOSHIKI の統括する音楽会社からメンバーそれぞれと契約をし、活動の都度ギャラを受け取っています。しかし過去にギャラの未払いがあったことから、TOSHIさんだけは2017年に契約が切れてから更新していないようです。 TOSHIによる法外なギャラの請求。2018年にルナシー主催のイベントで、TOSHIさんが YOSHIKI さんに対して法外なギャラを要求したとのこと。 YOSHIKI さんはこれを却下、結局 X ジャパンとしては出演せず、YOSHIKI さんがソロで出演したことがありました。もともとはバンドとして出演する方向だったそうで、TOSHIさんが法外なギャラを要求し、払えないんなら出ないと言い出し、交渉しても全く折り合わなかったとのこと。かといってボーカルの TOSHIを除いて出演するわけにもいかず、
結局吉木さんだけの出演になったというわけです。後輩の顔を潰すことになったため、吉木さんはほぼノーギャラにしたといいます。それ以降 XJAPAN としての活動がないことから、トシさんと吉木さんが不仲なのではないかと噂になりました。 XJAPAN の過去映像の使用をめぐるトラブル。2022年に NHK で吉木さんの番組を放送するにあたり、 NHK 側がトシさんに過去の XJAPAN の映像の使用の許可を取ろうとしたところ、拒否されてしまったようです。トシさん側の弁護士も拒否した事実を認めています。にもかかわらず、番組ではトシさんがバッチリ映った映像が放送されていたそうです。もともとトシさんと吉木さんは幼稚園で同じスミレ組だったそうで、2人ともロックバンドのキスが好きで、小学校高学年からバンドを組む約束をしていたほど仲良しだったことがうかがえます。高校時代に XJAPAN を結成したのですが、すでに吉木さんとトシさんの間では上下関係のようなものができていたようです。吉木さんがリーダーで作詞作曲もしているため、吉木さんの要望にメンバーが合わせなければならない雰囲気があったのかもしれませんね。特にボーカルは吉木さんの曲への思いを表現する一番のパートなので、求めるものも高かったのでしょう。トシさんはダメ出しをされることもかなり多かったようです。またトシさんは過去に自分の居場所がわからなくなり、元奥さんの影響で自己開発セミナーに通いました。結果、新興宗教に洗脳された上、多額の借金を抱えることに。吉木さんとも距離を置くようになり、 XJAPAN を脱退することになります。でもトシさんの洗脳を解いたのもまた吉木さんおよび XJAPAN のメンバーでした。トシさん自身、後に持つべきものは幼馴染だと吉木さんに感謝の意を示しています。再結成した当初は XJAPAN として精力的に活動していたものの、前述したギャラの未払いなどで関係が再び悪化、 XJAPAN としての活動が停止してしまいます。その後、YOSHIKIさんは別のメンバーでザ・ラスト・ロックスターズという新しいバンドを結成。一方、トシさんはバラエティ番組に出たり、ソロで曲を出したり、それぞれに活動しています。 XJAPAN のメンバー同士の交流はあるものの、 YOSHIKIさんとトシさんだけはなし。連絡を取るときは弁護士を通しているそうです。このように XJAPAN の復活が叶わないのは、二人の関係がうまくいってないからだとしか思えないのですが、音楽業界関係者によれば、仲が良いとは言えないが、復活しない理由はそこじゃないと言います。要はビジネスとしてかかる時間や手間暇を考えたらうまみがないのです。トシが今やりたいのは M ステでやっているようなことだし、吉木はプロデュースに専念したい。そこで十分旨味があるので、 XJAPAN の復活に労力を使いたくないのです。昨年の春、吉木がプロデュースするバンド XY がデビューしました。しかし吉木が多忙すぎて、ここに来て目立った活動がないこともファンからは不安の声が上がっていた。かつてはグローブのメンバーへの加入を発表したり、音楽プロジェクトバイオレット UK をお披露目したりしましたが、いずれも途中で頓挫している。吉木は頸椎の手術を控える身で、術後もリハビリに時間がかかる。 X 再結成となれば XY に構っている時間はなくなる。物理的にも難しいでしょうと語り、だからといって XJAPAN 復活が実現しないというわけではないそうで、それは解散バンドあるあるではないが、彼らが年齢を重ねて達観の域に達し、確執もこだわりも全てがなくなり、まさに伝説のバンドと呼ばれる時が来れば活動再開するかもしれませんねと語っています。そして6日、 YOSHIKI さんは唐突に「アットトシオフィシャル話し合いしない?」とトシをメンションして投稿。この投稿には、トシさんお願いします、 YOSHIKI さんどうかトシさんと顔を向き合ってのお話ができることを心から願ってます。まずは X としてではなくて、親友として、戦友として、幼なじみとしてお話をしてほしい。 X はその後から自然と話すようになる。友達ってのはそういうもん。 X 好きの僕からするとざわざわする。お互いにちゃんと腹を割ってお話ししてください。怖いような楽しみなような、すごいことが起きそう。吉木さんとトシさん、このお二人が一緒にいる姿を見られることがどんなに幸せなことか。
流言とし、様どうか前向きにご検討いただけないでしょうかと驚く声が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。アルバムを出すというのであれば、二人が話し合わないと話が前に進みません。ファンは今回のトシさんのツイートがきっかけで、二人の関係がより良い方向に向かい再活動することを願うのみですね。いかがでしたか。今回は YOSHIKI さんのメッセージや記者会見で語った本音、不仲の理由についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。それではまた。